はい、どうも、小橋です。今日はですね、フレンドさんがね、お一人、ご丁寧にフレンド解除します。チャンネル登録解除しますというね、連絡をいただいてね。ご丁寧にご連絡ありがとうございます。って言ったところで、フレンドさんがね、今ね、99人になっております。でね、もうね、関わりのある方をね、優先的にね、いっぱい、フレンドさんにね、承認してきたんですけど、ちょっとね、このね、今、いらっしゃる32名の方ね、正直選べないっていう感じなので、ちょっとね、この動画、せっかくなのでこの動画をね、ご覧いただいている方を優先的に入れたいなっていうふうに思ったので、2月の9日水曜日夜11時半にこのフレンドさんの承認待ちリストをチェックします。その時に小橋への、名前であったりメインカードでね、ミンゴルカードでメッセージがある方を承認します。なので今からフレンド申請しても大丈夫です。ただその承認の小橋へのメッセージが書かれている中、たくさんいらっしゃったら、申請が早い人を順番に、入れていきたいと思いますので、2月9日の水曜日の夜11時半に小橋向けのメッセージが見れる状態にしていただければと思います。よろしくお願いします。はい。で、先週の、フレンドさんの順位に行きましょうね。ラントラですね。あれ遅い。あ、来た来た。さあどうでしょう。お、新しいフレンドさんのね、二刀流さんですね。はい、ツイッター上でね、たくさんお世話になって、そして最近よくね、ラントナでお会いするんですよね。はい、21アンダーお一人ですね。素晴らしいですね。さあ、続いて20アンダーもう一人、HYO さんですね。さあ、19アンダー、マナミンさん、ウリさんですね。19アンダーでも100位以内はポイント次第ってところだったんでしょうかね。さあ、18アンダー、山崎智也さん、ファミリアさん、孝一さん、ムクさん、DJEO さん、いちごさん、マーミさん、リホさん、焼き芋屋さん、ワイハウツさん、そして私ですね。もうね、何度も2チップチャンスあったのにね、いや、何度もはないや。セカンド。セカンド惜しいのサードホールインワンっていうのはね、もうめちゃくちゃいっぱいあってね、ストレス溜まりましたね。2週連続でワンチップ時刻でしたからね。はい。で、そのままいきます。一気さん、またしさん、ももさん、さとしさん、KK さん、ショコさん、なんなんじゃーさん、レモンさん、ナバーロさん、エグゼさん、タラタラひなこさん、くんくんさん、TK タカさん、ピッコロたまたまさん、カズさん、P さん、ランスさん、レフトさん、サイボーグ中野島さん、ポンコツ隊長さんって久しぶりに言っちゃいましたね。ポンコツ一番トホホアジさん、ワチさん、マリコさん、タカポッポーさん、アーチンさん、アンさん、そしてなんとなんとなんと、ホワイトさん。ワンチップ3回千円切り、まだ100日ぐらいですよね。100日経ってないかな。いやいやいや、小橋ワンチップ3回取るの3年かかった。すごね、さすがです。もう千円切りもね、2年ぐらいかかったかな。すごい。やいやいやいや、おめでとうございます。っていったところでね、ホワイトさんもね、一番最近入ったチームメンバーなんですけどね、コバダイトチームもね、結局新メンバーを一人募集したいと思います。本当はね、
人を非難するような人ではなく、ミンゴのレベルは関係なくね、自分のね、生活の、中で楽しめる方はね、ぜひぜひね、熱意のある方募集しておりますので、ぜひとも、てください。本当にあの敷居はね、高くないんでね。あ、で、もしね、そんな方が、チームにね、加入されたらね、その方をちょっとフレンドを優先させていただくのでご了承ください。はい、続いて、抜けサックさん、ジョーカーさん、ですね。さあ、17アンダー、ミッキーさん、テンテンさん、もぐもぐさんですね。さあ、そして16アンダー、マッスーさん、花見さん、モゲラさん、ニアピンの京さん、パムさん、クリさん、翼さん、シノンさん、麦酒造さん、ケダンさん、ヒビノコホーさん、ヒロミさん、一番さん、コッコさん、ネコトラさんが、15アンダー理論値で食い込んできましたね。はい。といったところでおめでとうございます。うまく差し込めたかな動画。ですね。ちょっとね、夜中にね、追いガチャをね、やったらね、
またまたセット、今回はメデューサがセットになりましたね。これね、これまたね、いつか使えるんですよね。っていったところね、メデューサをね、取りだめしたのがね、これだこれだ。まずは、メデューサのね、超チャレンジ超低反発ですね。超チャレンジ超低反発、超低反発で止まりながらピタですね。チャレンジショットがね、最大今ね、ウルトラショットだったからね、2200いくつだったんですけどね、2400なんですね。でかつまあ本当はね、これにね、ジャストチャンスのね、ウェアとかが付けられたらもっとポイントが上がるってところで、あとね、ちょっとね、今ね、ごめんなさい、早かったので、表示できなかったんですけど、表示じゃない、解説できなかったんですけど、パッティングですね、これね、一回だけ、何パッドだっけな、打つことができるんですけど、ジャストパッドでジャストインしたら、これですね、ジャストパッドしたら、自分のパッドコントロール値分、ポイントが貯まる。ね、これもね、やっぱジャスト、チャンスとかつけた方がいいですよね。ちなみに、この276っていうのは、ウェアとかで、掛け算された見た目の数値じゃなくてね、しっかりね、ウェアとかで、定められた、掛け算された、数値になってますね。ただこのジャストパッドっていうのはね、本当数ポイントね、数ポイントじゃないとポイントで逆転するためのものでね、どこだここ失敗をするとね、逆にね、減ってしまうんですね、ジャストインパクトをね。まあそれもね、載せてる動画がこちらなんですけど、もう一個特徴として406ヤードの低反発、風は受けます。406ヤードの低反発がしかも 1.5 倍でね、打つことができるんですね。これね、これもね、どっかで絶対使えますよね、本当に。で、ただジャストパッド失敗すると、このね、半分の数、276の半分がね、マイナスされちゃうんですね。なので、まあ、とはいえね、だから、つまり999分ね、ポイントが上がったり下がっ、999だから、まあ、500弱ですね。減ったりするっていうね、賭けのね、スキルでもあるんですけど、まあ、これをね、やるためにわざわざね、パッドコントロール値を高くするかどうかっていうところはね、はてなになってきますけどね。っていったところの、クラブですね。っていうのをお見せしました。はい。っていう感じなので、今回は。もうガチャはね、回さないんでね。本当に今回、新年始まって、ガチャ、運まみれになっておりますので、少しでもね、皆さんにも、ガチャ運をね、降り注ぐことができればと思います。以上、小橋でした。